はい、今日のお店はこちら。ここは地元の人たちに愛され続けているローカル食堂です。メニューは丼物と麺類、海鮮ラーメンやド迫力の天丼などが人気ですが、僕のおすすめは130元約480円で食べれる台湾風カツ丼です。各種シャオツァイもあります。お、ナスビがあるね。こういうのついつい取ってしまうんですよね。飲み物も無料です。じゃあ台湾風カツ丼を待ってる間につまみますか。うん、ニンニクが効いてて美味しいです。醤油ベースの甘辛いタレが合いますよね。よし、来た。じゃあ早速食べていきましょう。この手作りの手打ちとんかつが美味しいんですよ。生パン粉使ってはるので、外はサクサクで中は塩コショウの下味がしっかりしてて美味しいとんかつなんですよ。卵と玉ねぎの和風だしベースも日本のだしの素の味に非常に近いというか、多分そうだと思う。さっきのナスビと一緒に美味しい。へえ、味噌汁は魚のアラのだしがよく効いてますね。そして分かりますよね。明らかにおかしいですよね。そうなんですよ、ここのカツ丼真逆なんですよ。普通とんかつを卵でとじますよね。ここは真逆で上にドカンととんかつを乗せてるんですよね。なので最後までサクサクのまま食べれるし、こんな風に途中でソースカツ丼にして楽しむこともできるんです。はい、食べてきました。あー、もうお腹いっぱい。日本のカツ丼とは少し変わっていますが、台湾風カツ丼もなかなか美味しいもんですよね。しかも130元、約480円くらいなので、昼ご飯にもぴったりですよね。今回は二つ星。安くて美味しくて値打ちのあるおすすめのお店です。